こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は参議院議員で参議院予算委員長を務めておられる山本仁三先生ご挨拶に伺っていただきましたので、山本先生の方から一言ご挨拶をよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、参議院議員の山本仁三でございます。今日はですね、中野さんのもとにお願い方々参りました。大洲の皆さん方にはもう普段から大変お世話になっておりますことを心から感謝を申し上げたいと思います。私はちょうど今予算委員長という立場でありまして、これから今衆議院の方で審議してますけれども、来年度の予算について参議院側でもしっかり審議をして、そして3月いっぱいにはそれを仕上げて、来年4月1日から予算の執行ができるように全力かけて努力をしてまいりたいと思います。割と予算委員会というのは、与野党でぶつかり合うことが多いものですから、その委員会の委員長というのは結構ややこしいことが多く起こりますので、気持ちを柔らかく優しく持ちながら、そして結果的には素晴らしい予算を仕上げて、そのことが、今オミクロン株等々で苦しんでいる皆さん方の幸せにつながるように全力かけて努力していきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。いい機会を頂戴しました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、国政の重責を担っておられます山本仁三先生に、私もできる限りの支援を行っていきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。皆様どうぞよろしくお願いします。山本仁三参議院議員も次の訪問先へ向かわれました。私も自宅でこもり中のアポなしの訪問でしたので、十分なお構いもできずに大変失礼をいたしました。しかしこのように我々のような自治体議員のところにもこまめに足を運んで、その地域の実情を知ろうとしておられる政治姿勢には大変感銘を受けました。私も次期参議院選挙での応援ももちろんです。また地域の実情というものを国会議員さんに届けていくことができればと思っております。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもぜひよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。